親は教科書に載る超有名詩人萩原朔太郎。医者の祖父は立派な家を構え多額の遺産がある。皆さんもこんなガチャを引きたいでしょうか。でも実際にそこで生まれた小説家萩原陽子の人生は虐待の連続でした。親の不注意で妹は脳に障害を負った末、母は姉妹を捨てました。祖母や親戚に虐待され、学校ではいじめられ、殴られ、夫からも暴力を受け続けました。後に再会した母はわがままで、アルツハイマーを発症し、脳に障害のある妹と共に陽子が面倒を見ました。それでも陽子はくじけず、力強く生き続けました。本日は、日本文学史上最もガチャに外れた作家、萩原陽子の壮絶なエピソードを100個紹介します。一章、両親のネグレクト。1920年、陽子は、朔太郎と最初の妻、稲子との長女として、東京帝大校内の前田公爵邸に生まれた。1926年春に、一家は大森馬込村に越してきた。両親に外で遊んでもらったり、散歩をした。初めて小学校に登校するときは不安で、母に勇気づけてもらった。でも、幸せは続かなかった。ある日、陽子が家に帰ると、母が部屋の真ん中に鏡を持ち出して見入っていた。あたりに黒髪が山のように落ちていた。と母が笑った。知り合いの宇野千代の影響で断髪をしたのだ。母がよその人みたいで、そんな髪嫌よ、と拗ねた。お母様、お嫁に行っちゃいやよ、と言うと、おかしなことを言う子ね。子供を連れてお嫁になんか行けやしないじゃないの、と笑った。自宅には作家たちが集まり、ダンスの催しが開かれた。母もダンスにはまると、自宅のパーティーでは飽き足らず、夜の街に出かけていくようになった。朔太郎も飲みに行ってしまうので、家には陽子と2歳下の妹、明子の2人が残された。母が家にいるうちは、ほとんど一日中、鏡の前に座って自分に見とれていた。ある日を境に、背の高い学生服の青年が、家に出入りするようになった。母と学生は、二人で部屋でレコードを聞いた。二人は寄り添い、甘い声で囁き合っていた。6歳の陽子と4歳の妹は、百日咳、おたふく風邪、水疱瘡に立て続けにかかり、熱を出した。家の中が不潔になり、天井にネズミが走り、蚊帳にはカビの生えた食べ物があった。廊下は洗濯物の山で、母の下着には生理の汚れがそのままで、血のついた腰巻きが不気味だった。しかし、両親は外出し続けた。朝帰りした母は、陽子の病気の顔を見て、みっともないわ、私の方がずっと綺麗よ、と笑った。妹は、さらにはしかにかかり高熱が出た。朔太郎が医者を呼ぼうとすると、いちいち医者なんか呼んでいたら家計がやっていけないでしょう。呼ぶならもっと送ってくれるように舅さんに頼んでください、と言った。朔太郎は死では食べてゆけず、祖父母の仕送りで生活していた。男が40歳にもなって生活力がないのなら、ピストルを送るから自決しろ、と祖父が本当にピストルを送ってきたこともあった。両親がやっと医者を呼ぶと、妹は脳膜炎と診断された。しかし医者が帰って夜になると、また母は兄弟の前で化粧を始めた。すると妹が突然、調子が狂った夕焼け小焼けを歌い出した。声が大きいのに、音程が狂っているので不気味だった。母は、お上手ね、と言った。妹は脳に障害を負い、感情と算数能力が一生欠落することになった。ある夜、妹が寝てから、いいとこへ連れて行ってあげるわ、と母に珍しいことを言われた。お母様は断髪したんだし、今日からはお姉様って言うのよ、と命令された。田んぼに沿った細い小道を歩いていくと、遅かったですね、トレーの学生が現れた。母は陽子の手を弾いて学生に近づき、二人で手を組んで歩いた。陽子は、連れの見知らぬ男に手を引かれていった。不安で、お母様はと呼んだ。すると、母に飛び上がるほど強く口をつねられた。しばらくすると、母と学生が抱き合い、寄り添って泣いていた。それからは、母をお姉様と呼ばなくてはならなくなった。当時はまだ洋装と断髪は珍しく、
母と一緒に歩くと振り返ってみられた。視線が恥ずかしいので母の手やベルトにつかまると、ダニみたいと言われ、街中で平手打ちされた。間違えて、お母さんと呼ぶと、何度言ったらわかるのよ、と叩かれた。ある夜子供部屋で寝ていると、私は、まだ若い。頭の遅れた子供のために青春を犠牲にしたくないのよ、と聞こえた。貫通したのは母だが、母から離婚と慰謝料を要求した。陽子だけなら仕方ないわ。でも頭の悪い子供なんかいらない。この要求に祖父母は大いに怒り、片輪の子供を押し付け、貫通した嫁がよくも勝手なことを言えた、となじった。結局、母は男と喫茶店を開業する資金をもらい、陽子と明子は父が引き取り、別れることになった。陽子はそんな話が進んでいることも知らずに、学校から帰ってきて、丸をたくさんもらった図画を母に見せた。すると、うるさい。もうあんたたちとは関係ないのよ、と言われた。出かけるから、と支度をさせられ、荷物をまとめた。今日はね、お父様と陽子と明子だけで、前橋のおじい様の家行くのよ、と母は言った。だんだん怖くなってきて、お母様が行かなければ嫌だ、と陽子は泣いた。おじい様がね、お母様のこと、髪を切ってしまったでしょ。それで怒って、家の敷居はまた出せないって言うのよ。髪が伸びたらきっと後から行く。じゃあ、いつ髪が伸びるの？そうね。でも伸びたら、と、母は濁した。陽子はその言葉を一生懸命に信じようとした。表に出ると、人力車の車夫がいた。父と妹と、三人で座った。窓から、母に水筒を渡された。大粒の涙が、水筒にポロポロと落ちた。髪が伸びたら後から行くわね、ともう一度言われた。車夫はスピードを上げ、母の姿はみるみる小さくなった。二章、祖母とおばたちの虐待。母と別れた後、祖父母のいる北郭町に向かった。祖母は作太郎をなじった。二人も居候を押し付けられて、あの女にせめて一人くらい押し付けられなかったお前は人が良いよ。手切れ金まで取られた上に、育児なしったらない。この暑いのに、バカの子供を抱っこじゃ困りものだよ。お前のことを心配なさったお父さんは、急に病気が悪くなられて、絶対安静です。片方は低能、片方は強女っぱりの色黒仕込め、どいつもこいつも家の恥さらしさ、などとまくし立てた。続いて、日本髪を優々美しく装ったおばが二人出てきて、兄さん、これからは居候たちに厳しくしつけないと、この家まで乗っ取られてしまうわよ。たとえ長男の兄さんの跡取りでも、この子たちは他人なのだから、あの女の捨てた子なのよ。他人の捨て棒兄さんが拾ってやったんだからね、と言った。妹も私も泣いた。居候のくせに挨拶を知らないのかい、と祖母に首をつかまれた。可愛くない子だ。顔を洗って出直しておいで。お前は、この家の厄介者なんだから、一歩下がっているんだ。洗面器も手拭いも、コップも明子と二人分は一緒にここへ置く。間違っても家のものとは一緒にしないでおくれ。あの女の汚らわしい血が入っているんだから。女中にも、この子たちが汚らわしいことを説明した。祖母が言ってしまうと女中は、こんなに小さいのに、とひそひそ話し、陽子の顔をそっと拭いてやった。その夜、食事時になると、作太郎の分は取ってあるが、居候の分はない。こんな良い家で寝かせてやるんだからありがたいと思わないと、罰が当たるよ、と言われた。姉妹は、知らない家に来たこと、祖母とおばが恐ろしいこと、母がいなくなったことなど、嫌なことばかりでずっと泣いていた。泣き虫の母なしごたちめ、おじい様がご病気だというのに、やかましいっこたらない。作太郎を呼びつけ、あの女のしつけが悪いからこうなんだ。陽子の顔ときたら、あの女そっくりで可愛くないったらありゃしない、と言った。寝てしまうと、翌朝祖母に叩き起こされた。おばあさんは、この年になってお前たちみたいな居候を世話する義理も、人情もないんだよ。やっと楽隠居できる身分なのに、おじいさんの病気で大変なところへ、二人も居候が入り込んできて、なんと運の悪い女なんだろう。と祖母は、白いハンカチをたもとから出して涙を拭った。陽子は、泣くまいと思っても涙が出るので、
顔を見られないように洗面器の中へ顔を丸ごと突っ込んだ。おばたちが陽子の顔を覗き込むと、目の玉ばっかり大きく光っている子供だこと、と笑い出した。あんたたちのお母さんがどうしていなくなったか教えようか、悪い女の子供だというのに、目玉ばっかり光らせて役立たずだこと。いい人といいことしたんのさ、と下品にクスクスと笑い出した。二日目の朝もご飯はなかった。陽子は泣きべそをかいていると、頬に激痛が走った。おばが思いっきりつねっていた。食べ物がないことを不満に思っていることが、おばには気に入らなかった。陽子が泣くと、やかましい、居候のくせにおだまり、と祖母は言った。それからは、もらえる食べ物は残り物で、皿は粗末なもの。おかわりは許されない。おいしいものは、腐っても陽子に食べさせない、とも言った。洗濯のたらいから物干し竿も別で、家政婦が間違えて家臣と並べて干すと、汚らわしい、と大声で叱られた。祖父が医者であったが、作太郎は文学が好きで仕事を継がなかった。だから祖父母に頭が上がらないのだ。ただ、祖父母の家に来たばかりで落ち込んでいると、作太郎が童話を話してくれた。不思議の国のアリス、キラケボマ、ガリバー旅行記、七匹の小ヤギと狼、赤ずきんなどだ。陽子はこの時だけは悲しいことを忘れていた。祖父母の家に来てから毎日、日が暮れるまで、外で母が来るのを待っていた。髪が伸びたら後から行く、という母の言葉を信じていた。しかし祖母がやってきて、おっかさんなんていくら待ったって、もう気やしないんだよ、と吐き捨てるように言った。谷底に突き落とされたような衝撃を受け、涙が噴き出した。祖父母の家に来た年の暮れ、作太郎は一人で東京に出て、麻布の乃木坂クラブというアパートで生活し始めてしまった。前橋までめったに帰ってこないので、陽子は孤独を募らせた。食卓が嫌なので、陽子は夕飯時に隠れるようになった。すると女中が探しに来た。ご飯を食べないのを心配しているのではない。家臣の残り物を食べてくれないと、片付けができないからだった。正月にはいとこたちが集まって、綺麗な和服で羽付きをして遊んでいるが、祖母は、母親のいない子供は片輪なのだから、いとこたちの真似をしてはいけない、と言って陽子に汚れた洋服を着せた。いとこたちは、汚いから遊んであげない、と言った。いとこの R 子は、日本舞踊を習っていた。今度劇場を借りて、いとこが踊りを披露することになった。陽子も踊りを見たいと言うと、居候なんか見る資格ないんだよ、と言われた。しかし陽子は隠れて劇場についてきて、舞台を見ると感動したので、踊り習わせて、R 子ちゃんみたいに、と祖母に言ってしまった。すると、皆の軽蔑した顔が詰まり、一斉に泣きながら大笑いした。居候が踊りだって、とお弁当や水筒を下へ落として笑い転げていた。洋服は制服一着あれば十分だと、服をもらえなかった。友達は持っていると祖母に言うと、母親もいないのに、母親のいる娘の真似をするなんてとんでもないよ、と言われた。祖母とおばが、やっこさん、この家から追い出すまでは死ねない、とやっこさんとバカにして言った。お客さんにお辞儀をすれば、よくもそんな顔で、鏡をご覧、と言われた。朝から晩まで、仕込め、不器量女、と言われた。口惜しかったら生まれ変わっておいで、と嘲笑した。陽子は部屋に閉じこもり、死ぬことばかり考えるようになった。参照、小学校でのいじめと暴力。前橋の小学校に転校すると、標準語を笑われた。転校初日、萩原さんのお父さんは、詩を書いている人だから、作文や詩がうまいと思います、と先生に言われて恥ずかしかった。机の中に紙が入っていたので開くと、バカ、と書いてあった。バカにされるのは家で慣れているので大丈夫だった。本当に恐ろしいのは、母がいないことが知られることだった。3年1組の頃、国語の先生が、お母さんのいない人手を挙げなさい、と言った。そこの生徒、ぐずぐずしていないで早く挙げなさい、と陽子に向かって言った。あの人、お母さんいないの、と囁く声がクラス中に広がる。どうしていないんですか?と先生に聞かれた。
次の日学校へ行くと、机の上に紙が置いてあった。お母さんのいない子です、とあった。手を挙げてください、と隣の席の子が先生の真似をした。どうしていないのですか、と言い、皆がどっと笑った。やーい、おめんち母ちゃんいない、とあおばなの男子が追いかけてきた。母ちゃんどうした、と集団に囲まれた。それから毎日男子たちが追いかけてきては、頭や顔を殴られた。リーダーが殴り、他の子供たちが、謝れと言った。おめんち、親父がお医者で金持ちだろう。よこせよ、明日めんことビー玉50銭分を持ってこい。なんとか言え。おめえ喋れないのか、と頭を殴られた。すると次々と殴られ、鼻血で顔中血だらけになった。貧血でドラム缶の中に倒れていたのを、通りがかりの人が見つけて助けてくれた。やっと家に着くと、祖母が、ついでに死んでしまった方がよかった、と言った。11歳の頃、父と妹と祖母と一緒に世田谷に引っ越してきた。今度は前橋の訛りがあるので、東京の小学校でも馬鹿にされた。学校に行ったふりをして縁の下に隠れていると、祖母に見つかり引きずり出され、おばたちに袋叩きにあった。喋らないので学校で、推しというあだ名をつけられていた。家を通る子供に、この家の子供、推しとバカなのよ、と言われた。無言の行、アブちゃん、真っ黒ちゃん、というあだ名もあった。妹も普通の小学校に進学した。しかし、脳の病気で授業を静かに受けられなかった。陽子が廊下にいると、突然背後から萩原と呼ばれた。妹の受け持ちの先生が、家へ連れて帰れと怒っていた。妹は泣いていた。ちっともじっとしていないで、授業中にそこいらを走っていて困る、と陽子の世話が悪いかのように言った。泣いている妹の手を引いて家に帰ると、祖母が怒り出した。陽子が妹をいじめたから泣いていると思っていた。妹も、姉さんにいじめられた、と嘘をついて陽子をおぶった。妹は、祖母の機嫌を取っておやつが欲しいので、いつでも祖母の味方をした。陽子が違うと言っても祖母は聞こうとしなかった。根性の悪いやつ、どうしてこうも悪いのか、あの女とそっくりのひねくれっ子、と罵った。妹は1たす1がどうしてもわからない。学校ではたちまち噂になり、下校時に生徒が後ろからついてきて、あの子の妹、おかしい子だよ、と囃し立てた。ある日、妹が門の前でわめき、道行く人に石ころをぶつけていた。祖母は、妹のことを世間に知られないように学校を辞めさせた。妹は相変わらず意地悪だ。陽子が病気で寝込んでいると、姉さんなんか死んじまえばいい、と枕元で言い、苦痛の表情を浮かべるのを見て喜んだ。そうすると祖母の機嫌が良いからである。やあ、居候、と同じ立場なのに、祖母と一緒に悪態をついた。妹を特別学校に入れることになった。その後、作太郎と陽子で妹の様子を見に来た。校庭の向こうで、妹が男子に首吊りみたいに引きずられて泣いていた。太った女の先生は妹を指して、この子ったらいくら教えてもダメだ。算術ときたら知能指数ゼロだよ、と作太郎に怒った。学校には体の不自由な子供がたくさんいて、廊下で排便をしていた。すると先生が、明らか何をグズグズしているんだよ、と妹に大便の始末をさせ始めた。妹は慣れた手つきで生徒のズボンを脱がし、おむつを脱がせ世話を始めた。そして新しいものを履かせた。妹はたくさん働かされていたが、先生はイライラしていた。その後妹をまた引き取り、家に帰ってきた。陽子が下校する途中、知らない男に突然ランドセルをつかまれた。振りほどいて必死で逃げるが、追いかけられる。やっとのことで家に着くと、家の門が閉じていて開かない。向こうから男が走ってくる。開けて、泥棒、と叫んだが、誰も反応しない。男がまたランドセルを掴んできたので、もうダメだと思った瞬間、女中が開けた。男は慌てて逃げていった。陽子は部屋に入るなり、交番行って、と叫んだが、祖母もおばも、嘘をつく子供だと信じない。女中は、本当に変な男がいたと言った。作太郎は、交番に連れて行ってやってくれ、と言った。
やあ、いい君。と妹はからかう。祖母と女中と三人で交番に行ったが、祖母はまだ信じていなかった。祖母は疑り深く、自分の子供の言うことしか信じないのだった。女に学問なんかいらない、という祖母の反対を押し切り、作太郎の協力もあって、女学校を目指した。入学試験を無事に突破した。翌日小学校に行くと、女学校に受かった人と落ちた人とで、険悪なムードだった。萩原さんはお父さんが偉いから受かったのよ。お父さんが賄賂を持って頼みに行ったのよ。と意地悪を言われた。4章、続く虐待。祖母は病気になったことがないので、病人への同情心がない。陽子が寝込んだ頃、看病する人もおらず家に一人残された。感激や買い物から帰ってきた祖母は、病人が一人いると家の中が暗くなって本当に嫌さ、と言った。父も家におらず、逃げるように酒を飲みに行ってしまうのだった。学校で唯一、口を聞いてくれるだるま屋の娘と仲良くなり、一緒に駄菓子屋に行ったりして遊んだ。しかし、祖母はその子をもう家に入れないと言った。だるま屋の子供じゃないか、と差別した。するとそれから机の中に、バカ、と書かれた紙が毎日入れられ、どんどん溜まった。バカの文字は、大人が書いたようだ。だるま屋の娘の母が書き、その紙を娘に持たせて机の中に入れさせているようだった。人生に絶望している中で、父の部屋にあった本を読み始めた。石川啄木などに感動し、詩集や文学に救われた。大学ノートに詩を書き写すことが好きになった。すると陽子の不在中、祖母が刑事のように部屋やベッドの下までを点検し、ノートを見られた。こんなものを書いていたのか、と激しく叱られた。祖母は陽子が読書ができないように、部屋の電気を2色の暗いものに取り替えた。しかし、それでも読書をやめなかった。すると、明かりをろうそく1本にされた。それでも読書をやめなかったので、本は人に顔を見られないから、醜い女には似合っているかもしれないね、と言った。居残りの授業で遅くなり、帰宅すると、門から締め出されていた。家の中からは鍋の匂いがした。空腹が耐えられない。なんとか女中に門を開けてもらい、窓から子供部屋に入ったが、今度はそこで閉じ込められた。出て行ってもいいんだよ。死んでくれればありがたいね、と扉の向こうの祖母が言った。やーい、お姉なんか死んじまえ、と妹も言った。死んでしまう、と訴えると、え、本当かい、いつだね、と祖母が嬉しがった。さあ、本当に死ぬかどうか、試しに向こうで待っていよ。本当ならお赤飯を炊いてお祝いしよう。厄介者がいなくなればめでたいよ、と続けた。何も食べずに寝て、朝になった。祖母に、お赤飯を炊き損なったね、と言われた。陽子は残り物とご飯の一杯目を食べて、それでもひもじくて泣いていると、死んだはずの子供が、おかわり欲しくて泣いてる、と祖母が言った。やーい、お化けが食べる、と妹が言う。台所の入り口で、話を立ち聞きしていた女中が、かわいそうにと小さな弁当を渡してくれた。ただおかずはないので、新聞紙で周りを囲んで、弁当の中身が皆に見えないようにした。ピアノを習いたくなった陽子が、ピアノを買ってくれれば、おばあさま孝行もするし、勉強もする、明子のお守りもする、と必死に言った時も、母なし子が身の程知らず、と一蹴された。すると作太郎が、おっかさん、ピアノを習わせてやってください。陽子がこんなに言うのなら、と味方した。しかし結局ピアノは買ってもらえず、マンドリンを習うことにした。マンドリンはすでに作太郎が持っているので、新しく買わなくても済むからだった。5章、女学校でのいじめ。戦前の女学校は校則が厳しかった。2年生になると、髪は後ろで2つに分け、ゴムで縛り、縛った先の髪が5センチ以下と決められていた。パーマや化粧は一切禁止で、反則は退学処分だった。スカート丈は、毎日物差しを持った先生に、床上10センチを1センチでも短くしてないかとチェックされた。上級生と下級生は、廊下であっても口を聞くのを禁じられ、破ると停学処分になった。毎朝、夫にミサオを守るおとなしい嫁になること。
良い妻、良い母となって、夫に奉仕し、姑に仕え、立派な母となり、老いては子に従うこと、という教訓を読まされた。廊下で先生とすれ違う時は再敬礼せねばならず、生徒は1分以上頭を下げさせられた。狭い廊下なので、前の生徒が頭を下げさせられるとずっと並んでしまい、前に進まなかった。体操の授業で、うまくボールが投げられずクラスメイトに呆れられた。体操の時間になると、生徒に校庭の隅に連れて行かれ、軽蔑したように足で、エチオピア、という文字を書かれた。色黒で目が大きかったため、軽蔑の例えとして使われていた。学校で後ろ指を刺され、冷笑され、黒板に悪口を書かれた。2階の窓から上級生に、デメキン、ガマグチ、と呼び止められた。祖母が服を買ってくれなかったので、3年間で1枚のブラウスだけで過ごした。ブラウスは擦り切れており、それも周りに馬鹿にされた。F 先生は、陽子の宿題の作文を大作だと疑い、ヒステリックに怒った。萩原、職員室に来なさい。これは誰が書いたのですか。人に書いてもらったものはすぐわかりますよ。陽子はおろおろしながら、自分で書きましたと言った。正直に答えた方が身のためですよ。これはお父さんの大作です。明日お父さんに学校へ来てもらいましょう。翌日の放課後、作太郎が来るまで教室に残された。誤解は解けたようだが、先生は謝らなかった。陽子はマンドリンの練習をするため、ストーブも消えた寒い教室に残って練習していると、貧血で倒れてしまった。すると教師が通りかかり、そこで何をしている、と怒鳴られた。貧血になったと言うと、そんな言い訳は聞くものか、と怒られ、職員室に連れて行かれた。どうやら、マンドリンが紛失し、犯人を探しているところだった。カバンの中まで持ち物検査をされ、犯人扱いを受けた。放課後一人で残っていれば、疑われても仕方ありません、と言われ釈放された。羽織を折る宿題が出たが、陽子は手先が不器用なのでうまくできなかった。宿題の提出日、他の生徒は立派な羽織を提出していった。提出できないでいると、一番怖い住田先生が、お前のようなだらしない生徒は、この学校に来る資格がありません、と言い、隠していた失敗作を教壇へ持って行き、広げてみせた。教室中に笑い声が広がった。廊下に立たされ、用務員も帰ってしまい、電気も消された。夜になって作太郎が迎えに来た。後で分かったが、他の生徒は母親に羽織を作ってもらっていた。ある日陽子は黙って一人で汽車に乗り、大森までやってきた。母と再会するために、当時隣に住んでいたこの家を訪ねて、消息を聞きに来た。しかし、その子の母親が出てきて、お母さんと約束したのよ。別れた子供とはもう二度と会いたくないから、教えないようにと言われているのよ、と告白された。どうして目の前の私よりも、こう捨てた母との約束を守るのだろう、と陽子は悲しかった。女学校時代唯一の、いい思い出がある。ある日、靴箱に手紙が入っていた。みめちゃんというニックネームの、目が大きく可愛い上級生からだった。組取り式で悪臭のひどいトイレに駆け込んで、手紙を開くと、好きです。ずっと前からあなたの黒くて大きい目が好きでした。みめより、とあった。もし現代なら、彼女と友達になりたかった。でも、拘束があったので何も話せなかった。廊下で目を合わせるときと、手紙を忍ばせ合うときだけが幸せだった。6章、失恋と就職。作太郎のつてで、陽子は文化学院に進学した。今でいう専門学校で、自由な校風で知られ、日光初の共学だった。生徒同士の同棲や旅行、結婚も認められていた。陽子は、痩せ型の上級生の青年に惚れた。メガネをかけ、長い茶色のレインコートを着ていた。これが初恋だった。女友達の勧めで手紙を出した。母のいない暗い家庭で育ったことを書いた。すると、彼から返事が来た。胸をときめかせて開くと、僕に兄を求められては困ります。あなたは母親のいない寂しさから話し合える人を求めているだけです。僕がいなくても話し相手の友なら他にいるでしょう。さよなら、と書いてあった。
自分が惨めで恥ずかしくて死にたくなり、手紙は焼いた。陽子は上級生の女子にトルストイのクロイツェルソナタを勧められ、読んで感激した。その生徒に校庭で会うと、文学論を持ちかけられたが、何も言えなかった。すると、あなたは文学論が言えないの、と凄まじく攻撃された。相手は腹を立て、興奮になじまないから学校をやめてくれ、と言った。それからは学校中ののけものみたいになり、洋服がみすぼらしいことと、文学論が言えないことで笑いものになった。陽子は、医大に通ういとこに、合コンをしたいから女子を紹介してくれと頼まれた。陽子は、親友と呼べる女友達を作ることができたので、彼女を誘った。皆で喫茶店に集まった。すると、陽子はいとこの友達に一目惚れをして、体に稲妻が走った。彼は、痩せ型で長身で、彫りが深かった。恥ずかしくて陽子からはアプローチできなかったが、彼から二人で会いたいと電話があった。夢ではないかと喜び、生まれて初めて口紅を塗り、おしろいをはたいて身支度した。約束の時間に1時間も遅れたが、彼は怒らずねぎらってくれた。その後もグループでハイキングや海水浴に行ったりした。しかし、好きとも何も言えず、距離を縮められなかった。間もなく、親友の女友達が彼と恋人になった。親友に裏切られた気分になった。陽子は早く働いて、嫌な家から自立したかった。祖母は、女は雑巾を縫っていればよい。女が働くのは家の恥、と言っていたが、タイピストとして就職した。陽子が働き出してしばらくしてから、赤痢になった。祖母は感激に行き、作太郎も飲みに行っているので、家で一人だった。家臣が帰ってきて、医者が来た頃には、一刻も入院を急がなければもう危ない、と言われ、緊急入院した。入院して2週間が経っても、誰も見舞いに来てくれない。祖母が大きいマスクをはめ、感染を恐れながらようやく病院に来た。猛禽はいないと説明したが、祖母は恐れたままで、一瞬顔を見せて帰っていった。すると次に作太郎が顔を見せて、心配してくれた。祖母が作太郎のことを足止めしていたのではないか、と思った。祖母は後から、だから言ったことじゃない。女が働くなどみっともないことをするから、死んでくれた方が助かった。もともと不要な孫が飛び込んできたのだから、と言った。七章、父との別れ。作太郎はいつも文楽のことを考えているのか、目の前で泣いている陽子に気づかなかった。作太郎は自らのことを、永遠に悲壮である、と詩に書いた。しかし陽子は、悲壮は私の方である、と後にエッセイ、古樹形の家に書いた。詩集、宿命の中の、父と子供、という三文詩では、娘たちに触れている。哀れなる子供が、夢の中ですすり泣いていた。皆が私をいじめるの、馬鹿だっていうの。子供は実際に地方であり、その上にも母がなかった。泣くな、お前は少しも馬鹿じゃない。ただの運の悪い、不幸な気の毒の子供なのだ。不幸って何？お父さん。過失のことを言うのだ。過失って何？人間が、考えなしにしたすべてのこと、例えば空、生まれたこと、生きてること、食ってること、結婚したこと、生殖したこと、何もかも、皆過失なのだ。1938年、作太郎は大谷光子と再婚したが、祖母の反対で籍は入れていなかった。祖母は、光子のように気が利かない女がいるだろうか、気がみっぽくて陰気で嫌だ、と言った。作太郎の下着の洗濯の世話まで、祖母がやった。この家は私の家だよ。塵一つ勝手にはさせないよ。祖母は、三つ子の箸の上げ下ろしや、夜寝る時まで、ずっと監視していた。三つ子には女中と同じ暮らしをさせていたので、耐えられずに出て行った。1941年の秋から、作太郎は風邪をこじらせて寝込んだ。入院は嫌がり、酒を飲み続けた。足が細くなり、骸骨のように痩せていた。年が明けて、肺炎を併発して重病になった。陽子の顔を見ても見分けられないようだった。作太郎の弟である叔父がやってきて、万が一の場合、脳に障害のある妹を自分が引き取って世話をするからと、
祖母に甘い言葉をささやいた。5月11日未明、陽子が作太郎に酸素ボンベを当てると苦しそうに頭を振り、荒い呼吸をした。大きなため息を一つつくと、亡くなった。55歳だった。陽子は泣いたが、妹は何のことだか分かっていないようだった。作太郎が亡くなる前から、親戚たちは欲のボンベと化していた。兄を相続するのは自分のみと、それぞれ祖母を口説いた。それまで皆、妹のことをただの一度も心配したことがなかったのに、明子を引き取って一生世話をする、と言い出した。自分の子供を連れてきても、明子と遊んではいけません、とそばに寄らせなかった親戚が、突然変わった。祖母は叔父の嫁は嫌いだが、陽子に継がせるくらいならと、叔父の子供に継がせることにした。戦争の世が濃くなり、祖母が群馬県のおばの家に疎開することになった。家には陽子と叔父が残された。叔父は、この家も明子もすべて私に任されている。今日からは配給のさつまいも一本も触っては困る、と言った。そして後から分かったが、叔父は妹の世話をすると言いながら、勝手に妹を施設に入れた。作太郎の書斎は、息のある力片付けてしまい、原稿の類は売れるものと、売れないものとに分け、陽子には一歩も入らせなかった。貴重な遺稿は散逸した。叔父は作太郎のものをすべて自分のものにした。しかし、結局空襲で全て焼いてしまった。8章、夫の暴力地獄。入社1年目に、小田というエンジニアと結婚した。祖母とおばは、陽子が萩原家の席が抜けることを大いに喜び、赤飯を炊いた。結婚式に来た陽子の身内は、ゲットル姿のおじだけであった。ご祝儀も食べ物もなかった。新婚当初、夫とハイキングに出かけた。陽子が、休みましょうと言っても夫は聞かず、どんどん先を登った。陽子の水筒は空になっていたが、一口ももらえなかった。夫は、大きな萩原家に住めると思っていたので、不機嫌だった。都心だと空襲が来そうだから、奥の方に住もうと言われた。陽子は部屋を探し、北見荘に決めた。夫は部屋探しも引っ越しも何も手伝わず、陽子一人で荷物を乗せたリヤカーを引いた。夫はこの汚れたアパートが気に入らなかった。夫はアパートの他の住人とは一切喋らなかったので、変人扱いされた。部屋は水が一滴も出ないため、陽子は一日に何十回と階段を上り下りしなければならなかった。病気の時も身重の時も、夫は一度も手伝わなかった。1946年、長男の作美が誕生した。夫は食料の買い出しに行ってくれたこともないし、同行してくれたこともなかった。帰宅すると無言で洋書を読むだけで、陽子にご苦労とも言わなかった。夫には食料をたくさん食べさせて、陽子は粗食だった。夫婦の会話は一言もなく、陽子が何か言うと、シャーラップ、と怒った。夫は英語ができるので進駐軍の通訳をしたが、米兵を間近で見るようになってから、アメリカへの憎悪をこじらせた。アメコーのやつ今に見ていろ、と家の中に唾を吐き捨てた。ある日、陽子がかかとのある靴を履いていた。すると夫が、当てつけか、と怒った。背丈のことに異常に劣等感を持っていた。夫が大学に入りたいと言い出した。俺をこのまま学歴のない夫にさせておくつもりか、とわめき、作った料理を畳に投げ捨てた。大学入学を叶えさせないなら一家心中を図る、と本気で脅してきた。陽子は夫の学費を稼ぐために、内職でミシンを始めた。すると、ミシンの音がうるさい、とヒステリックに暴力を振るわれ、中耳炎になるほど殴られた。ある日夫の好きな肉が買えなくて、安い魚にすると、夫を夫とも思わない、と腹を立てられた。陽子はちょっとしたことで殴られたり蹴られるので、原因を話してください。直します。と泣きながら訴えたが、夫は貝のように固く口を閉ざしていた。かと思ったら、食事中に、夫が会社で馬鹿にされても良いのか、と怒鳴り、新しい背広を買えと言った。陽子が過労と病気で動けなくなっても、夫は医者を呼んでくれなかった。見かねた隣の主人が医者を呼んでくれると、あの男が好きなのか、と陽子を足で蹴った。
食べ物がなく栄養失調で体がだるくても、夫が帰ってくるまでに食事ができていないとひどく荒れる。アパートの女房たちが助けてくれて布団で寝ていると、夫が帰ってくるや、俺は病人は大嫌いだ、と蹴られ、さらに耳の後ろを力いっぱい叩いた。陽子が40度の熱で動けなかった時、赤ん坊のおむつを変えるように頼むと、男にはおむつを触らせるとは、夫を何と思うのか、と激怒し、せっかく買った新しい背広を放った。別の日でも、病気なのに殴られて、鼻血がレバーのように真っ黒な塊となって吹き出した。こうすれば止まる、とさらに陽子に強い一撃を食らわせた。鼻血が洗面器いっぱいに出るほどに殴っても、まだ暴力をやめなかった。おじは妹の面倒を見ると言いながら、勝手に施設に入れ続け、しかも一度しかお金を払っていなかった。妹の行く当てがないので、陽子が引き取った。妹は入園費が払われなかった影響で、食事をちゃんと与えられず、お腹を空かせていた。その反動からたくさん食べた。飯もっとくれ、ケチ、とわめいた。陽子への嫌がらせで、隣の奥さんに、お姉のやつ、ご飯食べさせてくんない、と触れて回った。晩年の祖母は、おじに騙されたと気づいた。その後、祖母が危篤だという電報が届く。陽子は妹と息子を連れて行った。祖母はだいぶ衰弱していた。祖母の死後、おばたちに会うと、あなたのところ1ヶ月いくらで生活しているの?とバカにした表情で聞かれた。何々円です。と答えると、それじゃ血の3日分もないわ。嘘でしょ。とおばたちが笑った。この人たちの家には山のように食料があり、湯が溢れるお風呂があるのだった。夫は初恋の女性とうまくいかず傷ついていたので、結婚するのは誰でもよかった。また、自分とは違い、生まれがよく金持ちの家の娘と結婚して、貧しくて大学に行けなかった恨みを晴らそうと思っていた。俺は復讐のためにお前と結婚したのだ、とよく言った。夫のいる家に帰るのが嫌で、フランス映画を見て帰ってきた。帰宅すると、どこへ行ったのか、誰と一緒なのか、としつこく追求された。フランス映画を見たというと、筋書きが人妻の恋愛ではないか、と罵った。ブラウスの襟開きが大きければ怒り、口紅をつければ怒り、ミシンの仕事を届けに行けば、誰と話したんだと怒った。アパートの他の男と顔を合わせるな、と命令された。陽子は夫に内緒でダンスに通い出した。日々の絶望やストレスを忘れることができ、心地よかった。すると、教室の庭で男が騒ぐ声がした。夫が子供を抱きながら、女房出てこい。俺の女房を誘惑するのは誰だ、とわめいていた。もう教室には通えなくなってしまった。ある時、陽子は手術するほどの病気になった。入院中の食事と子供の世話を夫に頼んだ。一週間後に来た夫は、ものすごい形相で病室に入ってくると、他の病人のことも考えないで留守中の不便を起こった。そして言いたいことだけ言って帰った。陽子はなんとか退院したが、10キロ痩せたので健康時のようには働けず、夫が怒った。この頃には、夫の靴やカバン、ネクタイを見ると吐き気がした。離婚しなければならないと思った。別れ話になると、夫は反狂乱の状態になった。夜中に陽子の首を絞めてきて、殺すと言ったり、首に包丁を突きつけてきた。その後、夫の兄に間に入ってもらい、ようやく夫は別れることに同意した。9章、作家デビュー後。1957年、陽子の住むアパートに、作太郎の知り合いの山岸外志が突然訪ねてきて、同人誌に作品を書いてくれと頼まれた。その後も執筆活動を続け、1959年、父萩原作太郎を上司して日本 SS とクラブ賞を受賞し、作家活動に入った。1961年頃、子宮筋腫で倒れて子宮の摘出手術をしたが、それも乗り越えた。1966年、三好達治の思い出を描いた天井の花が芥川賞候補となり、田村敏子賞を受賞した。そして、これだけは書かずには死ねないと、1976年に、イラクサの家を発表した。祖母や親戚に虐待を受けた経験がフィクションを交えて描かれ、
女流文学賞を受賞した。小説を書くことで自分の人生が救われる思いがした。作家になると急に冷たくなる知人が出てきた。親の七光、あれくらいなら私にだって書けるわ。あなたがどんな小説を書こうと父親にはかなわないわよ、と酔っ払いながら電話をかけてきた。顔を見れば若呼ばわりする男の詩人もいた。詩人の女に、あなたみたいに飲めないでは小説が行き詰まるわよ、と言われた。しかし陽子は下戸であり、酒のために貴重な一日を無駄にするのはもったいないと思っていた。あなたのようなお嬢さんは一度痛い目に合わせてあげないと目が覚めないのよ。頭を殴ってやりたいわ、と言われた。また別の日、知り合いについてきてバーにやってきた。すると突然編集者の男が、酒も飲まないで男をじっと観察しているのだろう、と恐ろしい顔で睨んできた。本当に飲めないのです、と言うと、いや、君の顔は飲める顔だ、しかも相当に飲める、と絡まれた。ある夜、知人の男が訪ねてきたので、迷惑だったが家に入れると、あなたも一人になって寂しいでしょうから私が慰めてあげますよ。何も悪いことをすると言うんじゃない、ちょっとここへいらっしゃい、とニヤニヤしていた。二十歳ぼけは持つが三十ぼけは持たないと昔から言うじゃありませんか。別れた主人の字はどうだったんですか、と卑猥な顔で聞いてきた。男の申し出をすべて断ると、残念ながら奥さんがこれから一人で文学の道へ進んでいくつもりでもダメですね、と言われた。35歳の頃、同人仲間の25歳の青年と知り合った。青年はデザイン関係の仕事をしていた。ずっと求愛されるので断っていたが、だんだん陽子も気になってきた。青年は真剣なので、もしも求婚されたら結婚しようと思い始めた。しかしなかなかプロポーズはされなかった。しびれを切らして陽子から手紙を書くと、青年の返事には、もし結婚をするのなら子供や妹を捨ててほしい、とあった。子供のことを第一に考えていたので、ひどくショックを受けた。陽子が作家業を始めて部屋にこもるようになると、妹が荒れ出した。妹は息子に八つ当たりをして、台所の棚の中に押し込んだりした。また姉さんに水銀を飲まされて声が出ない、姉さんの小説は大作だと言った嘘を近所に言いふらした。なぜそんなことを言うのか問い詰めると、書くのをやめれば嘘つかないよ、と言われた。10章、母との再会と失望。ある日、友人のジーコが母の消息を知っている、という手紙を陽子にくれた。早速ジーコをもてなすために料理を用意した。久々に友人と会えて嬉しかった。しばらくしてジーコは突然、帰るわ、と激怒した。友情を裏切られたわ、もういいのよ、と泣いていた。陽子はわけがわからないので理由を尋ねると、くだらない手紙だから読めないと言ったそうね、と言われた。ジーコは妹に嘘を吹き込まれていた。妹は嘘つきなのだと弁明すると、ジーコは、あんな純粋な人を嘘つきなんて言う、あなたはよほど嘘つきよ、嘘をつく人の目じゃない、綺麗な目よ、と自信を持って反論した。陽子は妹を捕まえて、謝りなさい、と追求したが、悪くないのに謝るもんか、と強気だった。しかし母に会えるということを伝えると、妹が嬉しそうになった。ジーコの誤解は解け、母の手がかりを教えてもらった。1954年、陽子は船酔いと戦いながら津軽海峡を渡って札幌に着いた。母もこのような苦しい思いをしたのだろうか、と思いを馳せた。約束の場所に来ると、想像よりも老いた母がいた。隣には二回りくらい若い男がいた。陽子は目の前にいるのが知らないおばさんのような感じがした。何の感動もなく、母に言われるがままにレストランについて行った。母は例の学生とはとっくに別れ、別の年下の男と再婚していた。陽子は水を一口飲んで母の顔をじっと見た。するとまるで萩原そっくりの嫌な顔じゃないの、と突き放された。妹の世話が大変で、その苦労を分かってほしくて、明子さえ普通なら、と言いかけると、何を言うの、あんたは今更そんな愚痴を言いにわざわざやってきたんじゃないでしょう。私は自分のやったことをちっとも後悔なんかしていないのよ、
私には私の生き方というものがあったのよ、と勝ち誇ったように言った。たまらなく惨めな思いで、涙が膝に落ちた。迷惑をおかけしてすみませんでした。本当に迷惑だわよ。こっちの都合も聞かずに勝手に来るんだから、と言われた。もし陽子が赤ん坊を背負った貧しい格好をしていれば、借金される心配があるので、夫に遠くから判断してもらい、東京に返すつもりだったという。その日は母の住まいに泊めてもらった。風呂に入っていると、勝手に母が飛び込んできて、どっちの肌が若いか見せてと言った。陽子は体を見られたくなくて、嫌悪感を催した。寝る時も母がやってきて、作太郎との書屋の話をしたり、今の夫との性の話をしてきた。あの人、大きな体素敵でしょ。私たちもう3年も夫婦生活してないのよ。16も年が違うし、と言った。11章、母との同居、再び地獄へ。母は再婚相手に嫌われ、別居した挙句捨てられた。身寄りがないので陽子は引き取ることにした。すると母は、家事なんか嫌よ、と、掃除、洗濯、食事、育児、介護と、一切手伝わないことを条件に出してきた。母は、頭が痛くて歩きたくないと言い、部屋で寝そべりっぱなしだった。後に、メニエル病や初期のアルツハイマーだと分かった。妹と再会してから、お母さんと言わないので、母が思いっきり妹の腰を叩いた。憎いったらないのよ。腰の骨を砕いても言わせてやろうと叩いたのに、言わないんだから、とむきになっていた。脳に障害があって無抵抗なのに、殴るのはひどいと陽子は思った。25年も捨てられていたのだから、母と呼べないのも当然であろう。そんなに腰が痛いなら、お医者さんに殺してもらいなさい、と母が言った。陽子が作った料理を食べ終わると、あんた料理下手ね。母親がいないから仕方ないけど、と母。ああ、うまくなかった、と妹。妹はいつもは美味しく食べているが、権力者につく性格なので、母と合わせた。ところで妹は、陽子が指示しても家事を手伝わないが、母のためなら手伝う。妹は格好着を着て、海外しく世話を始めた。陽子は仕事に集中するために、近くに家を借りた。夕方、食事を作りに仕事場から帰宅すると、母が、遅かったわね。口紅つけないのね。と決まって言うのが嫌だった。妹も母のベッドに潜り、遅い。と一緒になじった。母も、明子の方が小説上手に書けるわよ。と妹の機嫌を取った。ある日、陽子が病気で寝ていると、母が怒りながら入ってきた。私の留守に病人のくせに泥棒みたいなことするのね。夫に色目を使った挙句、お風呂まで入ったそうね。と言われた。母と明子の妄想が膨らんでいた。妹と母は、構ってほしくて仕事を邪魔した。陽子が仕事場として借りた家にやってくると、花瓶が落ちて割れていた。食堂や寝室にも人が入った形跡があった。妹と母が、息子から合鍵を借り、勝手に入っていたのだ。母には奇妙な習慣があった。すぐそこにあるトイレに行くことを嫌がり、自室におまろを持ち込んで、そこで排尿するのだ。おまろの始末や洗浄は妹がしていた。出窓に干されたおまろの数はどんどん増え、10個も並んだ。妹は冬でもおまろを洗い続けるので、手の赤切れがひどくなった。そして、母は昼間から大便もおまろでするようになった。周期がひどいので、妹もさすがに不満を言った。するとある日、母が妹に、あんた誰なの?と言った。おまろを洗わされている上に、誰だとはなんだ?と妹は怒り狂った。胸がはだけ、髪もバラバラになり、自分の出した大便自分で始末しろ、と暴れた。床には、おまろから大便が溢れていた。母は大食いなので量も多く、凄まじい匂いだった。私出さないわ。この人が出したんでしょ。嘘つきババ。殺してやる。クソタレババ。ととっくみあった。そして、お互い刃物を振り回すようになった。陽子は、お母さんはもう病気なのよ。と妹を説得するが、聞かなかった。それからは、妹と母がおまるのことで喧嘩するようになった。妹は母の背後から襲いかかり、
地べたに倒した。妹は母に馬乗りになり、めった打ちにした。陽子が止めようと思っても止められなかった。自宅での取材中に、二人が刃物を持って飛び込んできたこともあった。母は、家にいると変な女に殺されるから入らせてください、と近所を徘徊するようになった。陽子は、老人ホームに入れなくてはダメだと思った。無事に入院させることができて、妹もせいせいした、と言った。しかし、老人ホームから苦情が来た。わがままで、職員から1分も離れず、しがみついて仕事にならないとのことだった。陽子は、母の付き添い人として妹を老人ホームに住まわせた。初めの1年間は穏やかにうまくいったが、そのうち喧嘩するようになり、施設の廊下で刃物を振り回して走り回るようになった。そこは出て行かざるを得なくなったが、知人の紹介で、別の老人ホームに母を入れて落ち着いた。続いて、妹も精神病院に入院させた。すると間もなく、母の危篤を知らせる電話が鳴った。すぐに亡くなった。妹は興味のない様子だった。妹が入院すると、患者仲間に嘘を言いふらしたことで、女性患者2人と揉めた。療棟を移してもらい、薬を服用するようになってからは、おとなしくなった。妹は、何のためにこの世に生を受けたのか、と考えずにはいられなかった。人から愛されることもなく、このまま死んでいくのだろう。親のエゴイズムの犠牲者であった。哀れだと思っても、陽子にはこれ以上できることがなかった。12章、陽子の晩年。妹も母も片付いた。息子も社会人になり、演出家になった。陽子は、ダンスをまた始めた。すると、仕事の疲れがなくなっていくのを感じた。自分の好きなことを諦め続けた人生だったが、ダンスを始めると前向きになった。もっとも、中年の端午の Z 先生は危なかった。フラメンコをやってるんだろう、と怒鳴りながら振り回された。別のダンスを習うのは浮気ということらしい。踊りながら回るところで、陽子を突き飛ばした。もっと高く足を上げろと言われたと思ったら、ババアのくせに足上げるな、犬のしょんべんだ、と言われ、ベンチの方へ突き飛ばされてぶつかり、額にあざができた。自分も中年であることを忘れているのだろうか。陽子がガラスに激突し、ガラスが割れて飛び散ったこともあった。それはともかく、青春を取り戻すようにがむしゃらに踊り、充実していた。息子の作美は、母とは何年も会っていなかったが、突然陽子から電話が鳴った。ダンスの稽古で怪我をし、寝たきりになっていたようで、助けを求められた。体が弱くなっていたことを、作美には隠していた。作美が尋ねると、ゴミ屋敷のようになっていた。猫の匂いが充満しており、特にお風呂場が臭かった。壁はくすんでおり、布団もいつ洗濯したのかわからない。原稿や下書きも捨てられない性格で、部屋は物で溢れていた。陽子は転んで手を痛めたらしく、右手が変形していた。作美は一緒に暮らすことにした。2005年6月29日の夜、急に陽子は立てなくなった。作美が肩を貸し、トイレに連れて行くと、陽子は高熱を出していた。慌てて救急車に乗せて、近くの関東中央病院に緊急入院させた。入院した次の日も、陽子は眠りっぱなしだった。そのまま目が覚めることはなく、7月1日に息を引き取った。発生血管内凝固症候群、と医者に知らされた。84歳だった。1994年6月に、作美は陽子からメモを渡されていた。作美へ、葬式なし、戒名不要、花、香典不要、ベッドの下の棚の上の金庫に、三井生命入っている、暮らしの友へ連絡、とあった。身内だけの、できるだけ簡素な葬式をした。陽子の長い人生は、こうして幕を閉じた。というわけで、今回は萩原陽子のエピソードを100個紹介しました。壮絶な人生を送りましたが、中年期には作家活動、そしてダンスと、自分を表現することで彼女は自分を取り戻していきました。ガチャに当たった、外れた、と悩む現代の人々の心に、陽子は優しく、
しかし力強く訴えてくれることでしょう。このチャンネルでは文学、社会科学、自然科学の本や知識を面白く解説していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。